まあ、1戦目アウェーで負けてしまったんですけど、今日はホームだったし、すごい皆さんの声援がパワーになって、まあ、この前寮が怪我してしまって、まあ、今日入るときにすごい27がいっぱいあって、なんか目が回りそうな疲労と話してて、でもまあ本当に全員がそういうパワーを出せたゲームだったなって思うし、まあ、今日ゴール決めて龍河に山ピースじゃなくて27のポーズしたんですけど、まあ、あれ龍河のこと見えてて、まあ、試合前にやるって決めたんですけど、まあ、龍河これから手術だったりリハビリ長い期間あって、まあ、頑張っていかなきゃいけないし、まあ、龍河すごい怪我してるけどすごい明るく振る舞っててポジティブな発信ばっかしててすごい強い選手だなって思うけど、まあ、やっぱ辛いと思うし、でもこれからお互いこう切磋琢磨して頑張っていけば、またパワーアップした龍河がこのピッチに帰ってくるのをサポートの皆さんも楽しみにしててほしいと思うし、俺もすごい楽しみにしてますし、まあ、お互い頑張っていけたらなっていうのでポーズをして、まあ、しっかり今日勝てて突破できたんで、まあ、本当に嬉しいです。みんなで行きましょうね、国立。はい何それもちろんルヴァンも天皇杯もチャンスがあるのは俺らだけなんで、国立行って優勝して博多へ帰ろう、聞きながら帰りたいですねありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。